そのまた肖像写真の左側には今一つ隣の部屋に通ずるらしい扉が見えるが、それらのすべてがすがすがしい朝の光の中に、あるいはまぶしく、またはくっくりと照らし出されて、大学教授の居室らしい厳粛な縮間を作っている光景を眺め回しているうちに、私はおのずから襟を正したい気持ちになってきた。事実、私はこの時にある崇高なインスピレーションに打たれた感じがした。最前から持っていたような一種の投げやりな気持ちや、彼女の運命に対する好奇心などというものはどこかへ消え失せてしまって、何事も天命のままというような神聖な気分に満たされつつ、爪襟のカラーを両手で直した。それからやはり神秘的な運命の手によって導かれる行者のような気持ちで、そろそろと前に進み出て、参考品を陳列した戸棚の行列の中へ歩み入った。